はい、どうも。お待たせ。2019年3月の14日、夜中の2時28分です。よろしく。まあ、何でもとつまちやります。まあ、まったりやりましょう。へい。はいはい、いらっしゃい。そうなんですか。へえ。まあニコン、キヤノン、いいカメラですからね、普通に。普通にニコン、キャメラ、ニコン、キヤノン、いいカメラっすよ。写真やるんだ。いいなぁ、マップカメラ行くんだ。広角ズームいいなぁ。わ、めっちゃ羨ましい。めっちゃ羨ましい。マジかよ。何ミリっすか？わ、超羨ましい。新宿？まあ、マップカメラっつったら新宿だよな。いいなぁ。うわー、一番欲しいやつだ、俺が。うわー、めちゃくちゃ羨ましい。超羨ましい。もう1635、一番欲しいやつ。うわー、なえたわ。いいなぁ。いいっすよね。一番欲しいレンズ16。12か16かで迷ってるけど、結局16から35だなぁと思って。うわー、いいなぁ。俺のが 28mm から70だから、まあ、16-35で全域カバーできるなぁと思ったよ。タムロンの、15-30、2.8もいい。へぇ。見てみよう、検索しよう。タムロン。これか。15-30。15から30、これか。高えなぁ、やっぱ。いいなぁ、羨ましいなぁ。これか。ニコン用。いいなぁ。いや、もう羨ましいっすよ。ただただ羨ましいっすね。いいなぁ。超欲しい。まあ、マウントつければいけますからね。マウントつければいけますからね。ただただ羨ましいわ。レンズは財産だからな。とつこないね。
この世で一番価格が安定してるのがカメラのレンズらしい。へえ、面白い。まあ財産だって言うもんね。値崩れしないんだ。面白いねそれね。金とかよりも安定してるんだ。投資家が買えばいいんだよ、カメラのレンズ新品で。値上がりしそうなの。10年ちゃんと保管して、ね、やっときゃいい投資になるかもしれない。オールドレンズとかもいいもん。チェキとかも流行ってるしね。あの映るんですのレンズの再利用してるっていうのがびっくりしたけどね。今流行ってるんだけど、映るんですを取り出して一眼で使うっていう。ソニー高感度で綺麗ですね。もう僕ソニーのアルファから入ったからあれなんですけど、あのパキッとした絵が好きなんですよ。ビビットが効いてるというか。だからね、あの僕はあのなんだろう、あったかみがあったり丸みがあるよりも、もともとだからソニー普通に写真も見せてもらって、あソニーいいなと思って、普通に求めてる絵がこれだわと思って、ちょっと青みがかってるというか、青がブルーが強いね。ちょっと青が強いけど緑もいい感じに出るね。あったかい色は不向きかな。もともとコントラスト強めのなんかビビット気味というかパキッと撮るカメラなんで、僕は好きですよソニー。あと何よりも ISO がすごいね。あの他の人と話してると、あここまで持ち上げらんないよっていう、あのカメラニコン使ってる人とかキヤノン使ってる人とかと会うと、あソニーやっぱすげえわって。6400とかでも全然いけるからね。ISO10万とかでも全然ノイズわかんないよ、小さいモニターだったら。それはまあソニーの特権だよな。まあでも俺は ISO 上げないけど、800固定かな俺は。ISO800 S ログで撮るんで。まあ強みっすね、ソニーの圧倒的な強みっすね。はい、お疲れっす、トシさん。ワドツ。やってる女性ボーカルのライブ動画と静止が撮ってる。ほうほうほう。16から32。あまあでもまあ6400までは普通っすよね。抑えてるぐらいじゃないですか。1600。まあていうかライブは難しい。ライブの写真はあの考えたくもない。要は動線確保もあるし、いい絵撮りたいくても動線アーティストが優先じゃん。絶対断るもん。ライブの写真撮ってくれって。やだって、俺が主役じゃないとやだっていうか、撮りたいもん撮りたい人だから無理。要は裏方キスじゃないから、アーティスティックの写真撮りたいから絶対やだってことある。楽屋だったらいいよって、楽屋とかそのそれ用にやってくれんならいいって言うけど、俺は断る。絶対やだ。難しすぎる、難易度が高すぎる。
動くし、光は変わるし。でしょ？でしょ？絶対嫌だ。俺は断る。プライベートでも断るもん。ライブじゃなくてね、ミュージックビデオとかだったら全然いいんだけど。まあそんなもんだよな、使えるのが。ああ、レンズの明るさか、そっか。風景撮りに行くと、あれっすね、今の 28mm に限界感じますね。幅が無理だなっていう。広角ズーム欲しいよ。広角だから16ミリ、35ミリと、70から200が欲しいですね、望遠。あとは単焦点、ZEISS の単焦点50ミリ。欲しいっすよ。貧乏人なんですよ、配信者。乞食ですからね、所詮。ネット乞食だから。ブロックです。さよなら。ブロックです。おめでとうございます。ブロックです。クロちゃんはだつ。天皇陛下退位か。平成が終わるな。平成とは一体何だったのかっていうね。新しい時代が始まるな。ただ、だから、何とも言えんけど、何だったのか、平成とは。昭和が好きだったな。いや、だから、愚民家だよ。世界で一番洗脳が終わった国でしょ。
もともと社会主義、完成された世界で唯一の社会主義国だからね、この国は。社会主義に戻ろうよって思うよ、本当に。ネット文化が進み、情報が受理できやすくなった時代なので、その分無知が生きにくくなった。あのね、インターネットって、インターネットはすごいことは確かなんだよね。そのでもね、なんていうのかな、インターネットを使う人が増えたところで、賢い人間とバカな人間の比率は変わらないんだよね。もともとパソコンをいじっててネットをやってた人って、賢い人たちだったの。だからすごく良かったんだけど、バカに見つかってからダメになったね。今持ってるのが24から70から235、多分単焦点か、60マクロ広角ズーム、あ、全域だね、全域。やっぱそうっすよね、順番の問題で。まあまあ揃ってる、まあまあ広角レンズっすね。いいなあ、16ミリからいいなあ超いいなあ、マジかよ、羨ましい。かけたろさん、お茶ありがとう。自衛隊テロ起こさないでしょ。三島由紀夫が晴れ竹訴えかけて動かなかったんだから無理でしょ。無理無理無理、公務員が革命なんか起こすわけないじゃん。タイは動いた。いや、日本で革命は起きないよ。無理だよ。っていうか、公務員が一番得をする社会なのに、なんで公務員が革命を起こすんだよ。頭使えよお前、頭使えよ。公務員が一番得をする社会で、なんで公務員が自分たちの利権壊すんだよ。なあ、なんで頭を使えよ。ちょっとは構造上起こらねえだろう、どう考えても。どうしたらそういう発想になるんだよ。
来ないね。彼女募集つつまじ全然来ないね。人気ねえな、ほんと。ショックだわ。流れ来ないね。清潔感ないかな？そうかな？不潔っぽい？そうかな？なんか今日はあんまりあれだな、うまくいかねえな。ジャストミート当たる。データデータジャストミート当たる。ひげ印象悪いかな。
暇だな。日雇いなんかやらねえよ。なんで日雇い進めんのよ。やらねえよ日雇いなんか。勉強にならねえよ。バカだろお前。自尊心っていうか、まあ人間がやることじゃないよね、あれは。人間がやることじゃない。日雇いしてるどころか、日雇いから俺正社員になったかんね。ピッキング作業の日雇い成田でやってて、普通になんか本社の人間に呼び出されて、私退職するからあんたやらないって言われて、えっと思って、なんで僕なんですかって言ったら、ピッキング作業にスーツで来るやつお前だけだったって言われた。ピッキング作業にネクタイ締めてスーツで着るアスペ野郎はお前だけだったから、面白くて印象に残ってるって言われて、俺スーツで分かんないから、アホだからスーツでピッキング行ったかんね。アホでしょ、アスペでしょ、うん、ピッキングって倉庫の中でピックアップする作業のことをピッキングって言うんだけど、簡単に言うと、あのアマゾンとか空港とか、そのでっかい倉庫があんので、荷物が分けられてんの、段ボールに。そっからお客さんの書類データがあって、倉庫の中からこの人の買い物みたいな、ピックアップするの、買い物かごに。でそれを梱包するみたいな。
なんで島津さんスーツで毎回来るの？って言われたかんで、ね、え、仕事だからって答えた。コキンちゃんありがとう。ピックアップのピッキングだね。まあ男の人は段ボール片付けたりとか、フォークリフトで物を運んだりとか。いや、土方の方が全然やりたくないよ。スーツだと動きづらいし、汚れるし。まあ今考えると、なんだあいつだろうね。一緒に働いてた人は なんだあいつだよね。なんでピッキングにこいつスーツで着てんだみたいな。ていうか、ほんとハゲたな、マジで。だから土方が嫌いなんだって。嫌いなのに理由ないって。ほんとに嫌いなんだよ。嫌いなもんは嫌いなんだ。ハピネスクラブ、カンキローシャンプー、カッパハゲ。いや、てっぺんも来てるんだよね、今。この多分ね、これが原因なんだけど、ここ来てんだよ今。これはストレス、ストレス回復したら治るんだけど、デコはもう止まんないね。デコはもう止まんない。もうダメだ、マジで。もう対策手遅れだね。まあいいけどね、いろいろもう十分やり尽くしたし。もともと広いね。もともと広いし、あ、でも実際ハゲてる。ここにあったほくろ、っていうか、四角形っていうの、カクカクしてたおでこで、丸いおでこじゃなかったの？この辺からこの辺の分はハゲだね。この辺だった、若い頃。あー、カブさん、お帰り。俺俳優じゃないしね。宮崎駿って結構ハゲてるけど、ハゲって言われないんだよ。だからハゲを凌駕する才能が必要なんだよね。美形じゃない。孫正義はむしろハゲてないと孫正義じゃないよね。あれは歴史に残る名言だよね。私がハゲてるのではない。なんだっけ、私が後退してるのではないとか、なんだっけ、なんつったんだっけな。ん？なんだっけ、ハゲが後退してるのではない、私が前進しているのだ、だっけ。あれはマジで神だなとか思ったよな。あの返しはすげえ面白いよね。孫さんが言わないと説得力ないし、あれはかっこよかったね。
初見さんいらっしゃい。あれ、なんか呼び出し食らったな。なんだろう、機材とか使うのかな、珍しい。ちょっと俺出かけるから顔洗って歯磨かないと。
もう光終わってるよ。終わって6年前だよ。7年前。7年前の。結婚より4年まで。終わって終わって。100キロオーバー ぶちかましたな。100キロオーバー 100キロオーバー ぶちかましたな。いや、それはダメでしょ。たかだかじゃないでしょ、100キロオーバーは。なかなかのスピード出てるな。それはシャレにならんよ。それは捕まるよ。それはダメ。それはゴマシオさん反省しないとダメ。それはあかん。ダメだ。千葉県民運転荒いかんな。千葉県警が緩いんだよね。M さんお疲れ。お聞きしたいのですが、株式付近で駐車場ありますか？ありますよ。24っすよね。今、歌舞伎町にいんの？今、歌舞伎町にいんの？食安通りだから、食安通りって何て言えばいいんだろう。食安通りの、何て言えばいいんだろう。今、歌舞伎にいんの？食安通りっていうところにあれがあります。バッティングセンターのところに駐車場がある。いや、 LINE 送りますね。歌舞伎町パーキング今家にいんのかい？
高いよ、でも。うん。パーキングありますよ。じゃあ俺ちょっと呼び出されたから行ってくるわ。お疲れ。行ってきます。